こんにちは。翻訳 YouTuber の渡辺美塚です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。かなり久しぶりになってしまったんですけども、やっぱりしばらく、映画の記事を訳してないと、ちょっとやっぱり、ちょっとですね、禁断症状が起きてきますね。少し、会社の方の、人事異動ですとか、まだちょっとそちらバタバタしてますけども、あと実家の用事ですとかで、しばらく、あまり、YouTube の方はちょっとできないかなと思ってお休みさせていただいてましたが、ちょっと、時間ができましたので、一つ記事を翻訳してみました。で、こちらなんですけれども、クリプトレコーダーさんの記事で、2018年、今日が、2018年11月3日ですけれども、こちらの記事が11月1日に公開されたもので、エビー・ハリソンさん、プロフィールはちょっと見つけられなかったんですけれども、この方が書かれた、カルダノの記事です。カルダノ ADA to become Imago's base currency, Trezor support ingas ということで、もうすでに日本語でも、断片的にはニュースになっていますけれども、こちらの記事でうまくまとめられているなと思いましたので、翻訳してみました。それでは、早速記事の内容に入っていきましょう。こちらなんか砂時計と、なんかこの神々しく金貨が積まれていますけれども、どういうことを意味してるんでしょうかね。こうなるのも時間の問題だよという、そういうことであればいいなと思うんですけれども。それでは、記事の翻訳の方に入っていきましょう。ちょっと待ってください。うまく導き出せないです。ありました。で、こちらの方を背景に翻訳していきます。クリプトレコーダーさんの2月18日、11月1日付の記事で、エビー・ハリソンさんという方が書かれた記事です。では見出しいきましょう。カルダノ・エーダがエマーゴの基軸通貨に、トレザーによるサポートは現状のままということです。いきなりシェリーが出てきましたけどね。楽しみですね。シェリーがカルダノコミュニティで最も期待されるアップデートであることは疑う余地がなく、多くの人々がアルトコインの強気市場への火付け役になるであろうことを期待している中、今後近いうちに2、3の興味深いアップデートや発表があることが確実となっている。で、そのうちの一つですね。カルダノエーダがエマーゴの基軸通貨として使われる。基軸通貨として使われる。暗号通貨の発展には使用例というものの果たす役割は大きく、採用例が多いほど、そのプロジェクトの実現性を示すものと考えられてきた。暗号通貨取引所の基軸通貨になることは、どのデジタル資産でも達成できる偉業とは限らない。エマーゴはその偉業を遂げさせるべく、2018年が暮れる前にカルダノエーダにそのチャンスを提供しようというのだ。カルダノの母体となる組織の一つ、エマーゴは、カルダノの研究部門 IOHK と提携し、カルダノエーダを基軸通貨とする暗号通貨取引所を創設することに興味を示してきた。新たな取引所の商標名は IONX。バイナンスと同じく取引所ではカルダノエーダがネイティブトークン、基準取引ペアとして使用される。取引所が開かれる前にパブリックトークンセールが予定されており、最近の報告ではカルダノとエマゴがすでにオンラインフォレックスプラットフォーム、フォレックスっていうのはフォーリンエクスチェンジって、外国為替のことですね。外国為替のオンライン上のプラットフォームであるアイアン FX と提携し、すでに提携し、そのプロジェクトのために約2230万ドルの資金調達をすべく動いているとの話もある。IONX の公式ウェブサイトによれば、取引所は時価総額5000万ドルで開設され、取引所の ICO は11月1日木曜日にスタート、12月まで継続されるという。取引所のネイティブトークンとして使われるということは、カルダノエーダの取引量が増大することを意味しており、そうなれば、おおむね暗号通貨市場に強気相場をもたらす重要な役割を果たすことになる。で、もう一つ、ニュースですね。トレザーがカルダノエーダのサポートに向けて準備。カルダノコミュニティにとって大きなニュースとなったのが、コールドストレージを提供する人気のハードウェアウォレット、トレザーがカルダノエーダのサポートを開始するということである。10月23日、カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソン氏は自身のツイッターアカウントで、トレザーのロードマップについて、このハードウェアウォレットの提供者がエイダをサポートする用意があることを語った。しかし、いくつかの問題点によって遅れが生じている可能性があり、それでもなお、トレザーが暗号通貨のコールドストレージのセキュリティレベルを最高のものにしようとしていることを踏まえれば、待つ価値があるというものだ。
トレザーでは現在世界中で使える暗号通貨としてモネロ、リップル、G キャッシュ、ゼンキャッシュ、ステラが使えるようになっている。カルダノ・エーダの市場でのパフォーマンス。カルダノにとってこのようなニュースはイケイケながら、これなんかこうイケイケって訳すのがぴったりな言葉が出てきたので、まあ訳させていただきました。イケイケながら、アルトコイン市場は未だ不安定であり、形成期にあるこの業界を弱気相場が襲う。先週は弱気相場に勢いがつき、エーダの価格が長い間、このコインのサポートラインであった 0.073 ドルを割り込んだ。この記事の執筆時、カルダノの時価総額ランキングは9位。ここ24時間で 2.25% と若干の下げを見せ、0.06959 ドルで取引されている。ということですが、まあ現在は8円に買い在てますね。で、まあ価格の方もちょっと8円ちょっと、まあ、超えるぐらいに回復してきています。ということでですね、まあ、相場はね、もう今年はしょうがないですよね。まあ、来年も見えてきましたし、まあ、開発が進むコインはもうどんどん進んでるということで、まあ、将来に向けてその期待が持てる暗号通貨の一つがエーダであるという私の気持ちはもう全く変わっていません。で、今日はですね、ちょっと私も、まあ、仕掛ける側の YouTuber らしいトークもたまにはしてみたいなということで、私の動画の概要欄の宣伝をさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。概要欄見ていただきますと、意外とね、ちょっとリスク少なめなお得な情報を、載せております。で、今日はトレザーの話が出たので、エーダがもうじき、まあ、保管できるようになるということで、このトレザーの方の、まあ、私のアフィリエイトリンクが貼ってあります。で、これまあ、今すぐ買ってもすぐ枝が保管できるというわけではないので、まあ参考までに見ていただく程度でいいと思うんですけども、枝はトレザーモデル T でなんか取り扱うみたいですね。トレザーも、こういうモデルがあるんですけど、これでなんか取り扱えるようになるみたいです。興味のある方はね、事前にちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。で、私も、枝をね、ちょくちょく動かしたいなとか、そういうことがあった時に、やっぱり、このコールドウォレットがあれば安心かなと思うので、購入はちょっと、頭の片隅に入れておきたいなというふうに考えています。で、あと、まあ、レジャーナの S ですね。こちらは私は結構便利に使ってまあ、安心して使ってるんですけれども、100% 安心ではないにしても、比較的、まあ、取引所に置いておくよりは安心だなという感じで、結構日常使いしています。で、これもAmazon とかで、買うと、ちょっと何がね、マルウェアが仕込まれている可能性があるので、正規の代理店で買われるのが安心だと思います。なので、トレザーと同じく、正規代理店の私のアフィリエイトリンクが貼ってありますので、ご興味のある方は、ぜひそちらからご利用していただけるといいと思います。あとですね、お得なキャンペーンがあるんですね。口座開設するだけで、キャッシュっていうのは現金ではなく、仮想通貨のキャッシュっていうのがあって、比較的価格が安定している、時価総額ランキングも、まあ、常に100位以内に入ってるかな、80何位とか、まあ、そんな感じ、に入ってる通貨で、キャンペーンが11月16日まで、やってるんですけども、そちらの、まあ、キャッシュを取り扱ってる、まあ、取引所が、こちらなんですよ。リキッド、コインネックスっていうんでしょうかね。リキッドバイコインネックスというところで、まあ、日本語対応になっています。で、口座開設キャンペーン、最大2万3000円相当が、このキャッシュという通貨によってキャッシュバック、されます。で、本当にね、価格が比較的このキャッシュっていうのは安定してまして、まあ、25円前後ですね。この、ここで使われてるレートっていうのが、1キャッシュ25円なんですけど、1キャッシュ25円で計算されてるんですが、まあ、最近は 24. 点何円とか、まあ、そんな感じになってます。そんな、だだ下がりしたり、逆に爆上がりしたりっていうのもなく、安定した動きを見せてるんですけども、まあ、このキャッシュでもって、この取引所、リキッドバイコインネックスに、登録しただけで3000円相当がもらえます。で、5万円以上の入金だけで1万円相当がもらえます。で、もう1万円もらうためには50万円以上の仮想通貨の売買。これはちょっとね、リスクがあるので、
まあ、私はやらないですけども、5万円以上の入金、ここまではちょっと頑張ってみようかな、なんていうふうに思っております。関連動画、もう下に貼っておきますので、よろしければ、まあ、興味のある方はご覧になってください。それと、あと、おまけ情報で、楽しく遊んで、無料でビットコインをもらっちゃおうっていうのも何気に貼ってありまして、これはまあ、登録して、ボタンをね、1時間に1回押すだけで、今だったら14サトシかな？もらい、1回につき14サトシがもらえるんですけども、で、0.0003サトシぐらい、ビットコインぐらいまで貯まると、年利4.08%の利子がついてくるんですね。で、すごく微々たるものなんですけども、まあ、リスクゼロですし、全く、お金かからないんで、私はこれを、まあ、何ヶ月か前から、楽しんで、1時間に1回とまではいかないですけども、気がついた時に、ボタンを押して、ね、まあ、ちょっとずつね、ビットコインをもらってるんですけども。で、ビットコインももう、長期目線で見たらね、まあ、まだまだ上がるという見方もありますし、まあ、ただなんでもらっておこうという感じで、まあ、もらってます。ということで、あとはですね、まあ、ADA の話が出たんで、まあ、ADA の、取引ができる、取引所で、私が特に気に入っているのが、バイナンスとクリプトピアですね。で、そこのリンクも貼ってあります。ということで、まあ、ここまでのご案内も含めて、あと、まあ、記事の翻訳ですね。内容はお伝えしましたけれども、まあ、取引をされる際は、もうあくまでも自己責任で、よくご自分で、まあ、情報を、精査して、まあ、取引なさってください。楽しい暗号通貨ライフを送っていただきたいなというふうに思っております。それでは、最後までご視聴ください。あと、これ予告しちゃおうかな。ADA ホルダーの方がね、楽しみにしてらっしゃるのって、ステーキングっていうのもその一つだと思うんですよ。で、IOHK のブログの記事で、ちょっと私ぜひ訳してみたいなと思う記事を見つけまして、まあ、まだ、途中まで最初の方しか訳してないんですけれども、このステーキングについても、これはでも、今からはっきり言っちゃうと、いつからステーキングが始まって、年利何パーセントつきますよという、そういう、まあ、実利を伴うものではないんですけれども、まあ、待ってる間もね、知識を深めていくっていうのも楽しみの一つになってきますので、私はこの記事を、だいたい、まあ、5回か6回ぐらいに分けて訳す形になると思うんですけれども、これはね、ステーキングについて、もう訳していきたいと思いますので、引き続き、また次の動画でもお会いしたいと思います。それでは最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。